何しているの？どうかした？すっごく複雑な顔してるけど。あ、そうそう、君のお友達の梅原くんってすごくいい子ね。あら、気のない返事ね。素直になれないのかな。すごく友達思いで感動しちゃった。君のことで私のところに来たのよ。ええ、あいつ口下手だけど長いこと先輩のこと見てたんですとか、にわかファンとかじゃなくて一人の男として見てやってくださいとかね。可愛い妹さんもいるし、男友達にも恵まれてるのね、この子の。いけない。君には内緒にしておいてくれって言われてたのに、つい話しちゃった。ごめんね、梅原くんには内緒にしておいてね。素敵なお友達なんだから大事にしてあげてね。それじゃあ。すみません。先輩、ちょっといいですか？今お時間ってありますか？少しお話がしたいんですけれども。
なことを聞いてどうするんです？お母さんにだと思いますよ。ええ、近所の方にもよく言われますし。そうかもしれませんね。障害物競争に出ました。両方とも一着でした私、運動は得意な方ですから。それは家でですか？でしたら音楽を聴いたり散歩したりとか普通だと思いますよ。あ、もうこんな時間。そろそろチャイムが鳴りますね。先輩とお話がしたかったんですけど。そうですね。ではまた今度にお話の続きをお願いします。はい、それでは私はこれで。これでいいんですね。いきますよ。それ。それなりですよ。ただ運動不足で鈍ってる先輩には負けないと思いますけど。はい。何ですか？それは私のセリフですよ。先輩こそどうして私の行く先々で変なことばかりしてるんですか？
例えばさっきのポーズとか。普通はそんなことしませんよね。その他にも先生に怒られてるのに嬉しそうな顔をしてたり、人の食事を覗き込んでたりとか。先輩はもう少し自分の行動を考えた方がいいと思いますよ。それでは。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニー。